自分の好きな道に進めばいい。しかし池内さんのことは別だ。あの子はこれから先どうなっていくかお前も分かっているだろう。寝たきりになるようなことを関わるなと言いたいんですか？そうじゃない。どれだけの覚悟があってあの子と関わっているのかと聞いているんだ。お前あの子のこと好きなのか？これから先も何年も何十年もあの子のそばについていてやると約束でもしてるのか？約束なんてそんな、俺たちはただの友達か。でもな、症状が進んだ彼女がお前を必要としたらどうする？血のつながった家族だって介護に疲れきってしまうこともあるんだ。並大抵のことじゃない。今が楽しいからそれでいい。そんな自分勝手な考えでは済まないんだ。よく考えなさい。久しぶり。こんにちは。どうも。及川あすみです。麻生くんだよね。どんな人か会いたくて。あやちゃんいっつも麻生くんの話ばっかりするから。ちょっとあすみさん、同じ部屋なんだ。え？同じ病気なの。明るい人でしょ？そうだな。いろんな生き物がいるね。うん。これがハリセンボン？普段はこういう形。攻撃されそうになると棘を立てて身を守るんだ。ほら、こんな風に。へえ、なんか麻生くんみたいだね。こっちは？熊の実。一つのイソギンチャクに家族で住んでんだ。へえ、かわいい絵だね。なんかお前んちみたいだな。で、このちょこまかしてんのが親父さん。気持ちよさそう。でもどうして水槽にぶつからないでこんなにうまく泳げるんだろう。イルカの声。声？人間の耳には聞こえない超音波の声を出して跳ね返ってきた音で周りにあるものの位置を確かめてるの。そうなんだ。その声を使って遠くにいる仲間のイルカと会話してるらしい。私たちには聞こえない秘密のおしゃべりか。聞こえないかな。人間も遠くにいる人とそんな風に喋れたらいいのにね。ちょ、待ってて。イルカほど便利じゃないけど。ありがとう。ちょっとお茶買ってくるわ。あの、すいません、イルカの水槽ってどこだかご存知？米韓広場を向こうに。
ペリカン広場。その上をまっすぐ行って、うん、あっち、あっちね。どうもありがとう。どうした？タクシーにしよう。まあ、俺がちゃんと時間調べなかったから。ううん。向こう行こうか。眠っちゃった。電気毛布入れといたから。僕の責任です。本当にすいませんでした。さっきはごめんなさいね。怒鳴ったりして。ほらもういいから足崩せよ。顔を上げて麻生くん。麻生くんには本当に感謝してんのよ。綾のことを気にかけてくれて、こんな風に誘ってくれて、綾もすごく喜んでると思う。でもね、今の綾はいろいろ気をつけなきゃいけないことが多くて、元気そうに見えるかもしれないけど体の調子もそんなにいいわけじゃないの。軽い風邪ひいただけでも合併症を起こして肺炎になっちゃうかもしれないの。普通の人には小さなことでも綾にとっては命取りになることがあるの。楽しいだけじゃいられないの。もう昔のようにはいかないの。まあ今日のところは無事だったんだし、